こんばんは。どういうのが、人間界の挨拶では正しいのかのう。びっくりしたのかまあ、無理もないがのう。な、なんじゃわしの尻尾をじろじろと見て、少し恥ずかしいではないか。そんなことより、こんな夜遅くに、 人通りも少ない山奥で、お前みたいな小さいやつが何をしておったのじゃな、なんじゃその、コンプレックスとやらは。ああ、いわゆる劣等感ってやつじゃな。お主は可愛いやつよの。 そんな気にしなくてもいいことを気にしてしまう、その心の弱さが可愛いのじゃ。気に入った。お主、わしのものにならないかきょとんとした顔をしておるぞ。お主はどうやら顔に出やすいようじゃ。そこもまた可愛くて気に入った。 お主、わしをどれだけ誘っておるのじゃそんなに可愛い奴が人間界にいるなんて思っても見なかったわ。ますます、お主をわしのものにしたくなる。すまない。少し乱暴にさせてもらうぞ。<laughs> 押し倒される反応も可愛いの。どれだけ興奮させるのじゃ。そんな弱い抵抗されても、わしはびくともせぬぞ。かえってわしを喜ばせるだけじゃ。本当に可愛いの。そんな罪なうぬしには、 わしと契約する権利を与えよう。お主に今から、わしから二つ提案してやる。一度しか言わないから、よく聞くんじゃよ。一つ目は、わしと婚約という契約を交わすのじゃ。自分で言うのもなんじゃが、わしは結構美しい顔をしているのじゃよ。 こんな美男子から求婚されるなんて、二度と現れない機会なのかもしれぬぞ。もしそれを拒むのならば、二つ目の契約内容の、わしに霊俗を誓う契約を交わしてもらうぞ。 お主、体を震わせよったぞ。もしや、今のが気に入ったか。気に入ったのなら、どちらか選ぶのじゃ。わしの妻になっても、奴隷となっても、囁きはしてやってよいぞ。その心、どちらも嫌だと思うておるのか すまぬの、わし、少し他の種と違って、心を読めるのじゃ。だから、お主の考えていることなど、筒つ抜けじゃ。それにしても、本当に婚約も霊属も嫌なのかほう、生意気な奴め。その口が聞けなくなるまで、わしが見て ちりと教え込んでやろう。わしの魅力と、わしのものにならないと、どれだけ痛い目を見るかをの。わしの妻になっても、奴隷になっても、わしのものになることには変わらないが。 ここまでわしを高ぶらせたあげく抵抗したのじゃ。うぬしにはもう選択肢をやらん。奴隷として調教して落ちてもらうからの。安心するのじゃ、痛いことはしない。むしろ、気持ちよくなるからの。 ただ、気持ちよすぎてもだえても、わしはもう容赦しないからのう、覚悟するのじゃ。おあ、お主も素直になったのう。じゃあ、この首輪をつけるのじゃ。これをつければ、 契約が結ばれ、晴れてわしの奴隷となるのじゃ。嬉しいじゃろそうじゃ。いい子じゃ。いい子には、お主の大好きな吐息をやろう。お主はこうやって、耳元で囁かれるのが大好きなんじゃろ たく体を震わせすぎじゃ。お主の弱いところは変わらぬな。でも、そんなに気持ちよかったのなら、わしも調教の死骸があったわ。これで、わしとお主の主従関係の契約、完了じゃな。